はいどうも、チャンネル隊長の隊長です。季節は変わり、気づけば夏から秋。ね。もうかなり気温も涼しくなってね。もうね、食欲旺盛になったり、まあお出かけしたくなったりと、まあね、とても、人間にとって、とても過ごしやすいね、季節になりましたね。まあ最近ね、まあ涼しくなって、まあドライブに出かけたりとかね、まあツーリングにね、出かけたりとかね、結構そういう人がだいぶ増えてきてるんじゃないかなと思うんですけども、ね。まあそんな中ね、ちょっとね、不安なものといったら、タイヤ、ね。まあタイヤの空気圧とかすごい結構気にする方はすごい気にすると思うんですけれどもね。もうお出かけ先でね、なんかちょっと空気が、とかね、ね、バイクにありがちなのがよくね、こう、久しぶりにバイク動かすかと思って、よっしゃ、エンジンかかった、よし、行くぞと思ったら、なんかタイヤの空気圧がなんかちょっとね、下がっちゃってて、なんか、あれみたいなとか結構ね、あるんですけど、僕も実際にあったんですけれどもね。まあバイクだけじゃなくて、まあ車も同じなんですけれども。まあそんな時にね、手元に空気入れがあったらね、いいんですけれども。まあもしくはね、近くにガソリンスタンドがあってそこで空気入れたらいいんですけど、まあ、周りに何もない、どうしようっていう時にね、ありませんか？皆さん、ないですか？ありますよね。ありますよね。はい、ありますよね。強制的。はい。まあ、そんな方にね、ちょっとぴったんこなね、商品を見つけたので、ちょっとご紹介したい。スマートエアポンプ。はい。ね、なんかこれ、モバイルバッテリーに見えますよね。これ、モバイルバッテリーに見えるんですけれどもね、これ実はこれ、モバイル空気入れでございます。はい。まあね、百聞は一見しかず、実際に開けてみてみましょう。開封の儀。はい、オープン。はい、こちらですね。はい。もうこれもう、モバイルバッテリーやんけってね、なりますよね。空気入れなんですね。はい。あ、今つきましたね。はい。これ、空気入れね。車のタイヤの空気はもちろん、バイクのタイヤはもちろん、ビニールボールとかサッカーボールとか、あと自転車にも対応してましてですね。こちら、空気入れることに関しては何でも使える空気入れでございます。で、これすごいっすよ。これね、こう、ね、ほら出てきた。で、ここに、はい、こう刺して、はい、ハピタッピーみたいな感じで。もうここはもう空気入れになってるんですね。はい。で、これね、付属品で、ちょっといろいろとね、まずね、充電用の USB ですね。これタイプ C です。これだからバイクのね、シガーソケットとかでこう電源すね、充電したり、まあ、車のシガーソケットで充電しながらとかもね、できるとても便利なものでございます。この先端に今付けたアタッチメントなんですけど、これはおそらく自転車の空気でね、自転車空気入れる時の、先端の部分ですね。で、こちらはですね、ボールですね。ボールに刺して、空気入れるやつです。あ、ガンダムじゃないです。すいません。ガンダムじゃないです。ガンダムのボールじゃなくて、普通に、遊ぶボールです。はい。弾です。はい。ビーチボールとか、多分そういうやつに使えるものでございます。はい。持ち運びに便利なね、この小袋が入ってます。しかもこれ操作がめちゃめちゃ簡単です。はい。ここでこう電源入れますよね。あ、今電源つきました。はい。ちょっとこれ見にくいかな。で、はい、で、こちらですね、一応空気の単位はですね、プサイ、バール、パスカル、グラムですね。はい。という感じで、4つの単位で、数値をね、設定することができます。ちょっと、スイスポのね、タイヤ、ちょっと空気入れてみようかなと思います。はい。そしたらまずね、バルブキャップを外します。こいつを、時計回りで締め込んでいきます。で、ここにね、今実際に入ってる数値が表示されてます。今、233だね。ちょっと空気圧落としてます。で、これを、入れると、はい。設定値まで入ったら自動で止まります。めちゃめちゃ簡単。はい、いかがですか？これめちゃめちゃ簡単でしょう。ね。すごい簡単に、空気を入れることができます。でもね、これどれだけ簡単かね。僕、慣れてる方っちゃ慣れてる方なのかもしれないので、本当にね、もう空気入れなんて使ったことない。初めてね、タイヤに空気入れる、もう超初心者の方にね、ちょっとね、やってもらいたいなと思いまして、はい。ちょっと今ゲストを呼びしてるので、そのゲストの方に、実際にね、作業してもらおうかなと思います。どうも奥さん、こんにちは。こんにちは。何するっすか今日は。今日は吹かしてくる。吹かす前にちょっと大事なことがあるじゃないですか。はい。タイヤの空気圧ね。今日は奥さんにちょっと空気入れてもらおうかなと思います。はい。肺活量足りるかな。
口でいやそんな、そんな難しいことじゃないから、はい、ちょっと今日は、ね、これを使って空気入れてほしいの。これバイクを、え、これ義務、これ義務なのちょっとちょっとバイク乗ったらやらなかんかなと思って。これ義務なんだね。義務なんす、ね、あ、えドラゲないしないドラゲないしないでドラゲないじゃん、これドラゲないじゃないよ。違うの？違います違います、それ空気入れ。あ、これで入れるの？そう、これドラゲないしない。バルブキャップを外します。先端をくるくる回しながらつけます。シューが止まるまで、はい、はい、嘘やろ、全然空気入ってねえやん。 1.0 1.0 マジ嘘やマジ全然空気入ってないね。そしたらもうここ押してください、真ん中いきます。はい、空気入りました。イエーイ、めっちゃ簡単じゃない？こんだけなんだね。こんだけ、でこの数値だけちゃんと調べて、うん、間違いないようにセットして、はい、ポチッとしたらペーって。その通りでございます。結構な音でびっくりしちゃったじゃあ次フロントやりますか。はい、はい、そうしたら同じようにやります。はい、いいよ、いい、いいね、いいよ、いいよ、返事だけはいいよ。バイクの空気入れって本当にめんどくさいんですよね。来た、なんか君が持つと大型バイクに見えるね。そんなことないよはい、できました。いきますよ。はい、いくよ。はい、できました。すごい、今愛車に囲まれとるよ全然乗ってないけどねどうですか今回この空気入れ。え、ラクラクチン、なに、どうした、どうした、立ちくらみ、立ちくらみ、うん、大丈夫元気です。元気ですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか。いつものことです。無理しないで、はい、はい、ラクラクチンチンですか、はい、はい、よかったです。これあれだね、もうツーリングとかね、まあ、バイクでちょっと出かける時とかはね、持ってるといいお守りになるんじゃないかなと。でそれぐらいの大きさだったら全然ね。そうだよね、トランシーバー持ってるのと変わんないもんね。あ、そうだね、うん、トランシーバー持ってたことないけどそんなわけで、はい、はい、今日終わり、終わり終わり終わり、え、これ車にも使えるんですか。車にも使える、さっきね、スイスポにもちょっと空気入れてみた。あ、そうだったんだ。うん、じゃあいつでも何にでも便利ですね。はい、はい、というわけで今回はね、ちょっとこの Amazon で見つけた面白い商品の紹介でございました。はい、このね、商品気になる方、動画の概要欄に URL ありますので、もしよかったら見てってください。はい、お願いします。めっちゃいいっしょこれ。でもいいよね、使い勝手いいし軽いしそう、操作も簡単だからね、うん、というわけでね、本日の動画ここまででございます。この動画少しでもいいな、面白いな、そう思ってくださった方はぜひいいね、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。よしよしはい、はい、それでは皆さん、ごぜんに、ごぜんに、バイ、一緒にさ、どこ行くんだよ